僕は一人六役、うん、この作品の中のその辰巳義弘先生が作り出した実際の物語の中の登場人物を演じたんですけど、実際オファーがあった時には一人で六役以上本当はもっとやってくれって言われまして、女性の役も全部やってくれっていうようなオファーだったので、今は考えてみると演出意図としてはそのエリック・クーというシンガポールの監督が辰巳先生の作った作品の中で動く声は辰巳先生の一人の頭の中から出てきたわけだから、一人の俳優がいろんな風に演じ分ける、日本でいうと落語のような世界のようにやってほしいと思っていたのはすごくわかるんですけど、実際フィジカルにやってみると大変な作業ではありました。で、実際作っていく中では自分の持ってる音域はミュージカルで、例えばレミゼラブルのジャンバルジャンだったらこういう声とか、うん、こういうリズムとかってあるので、アプローチとしてはその声のトーンを変えるだけじゃなくて、こう、なんでしょうね、自分の体の中の重心っていうか位置とか、うん、座り方とか、なんかこういう、なんでしょう、肩の位置とか、うん、いろんなこうやっぱり人間としてその人がどういうその生き様だったかと考えながらやっていくうちに自然にこう声がこう変わっていくというか、いうのは僕にとっても俳優としても非常に興味深い挑戦というか面白い体験でした。だから特にこの作品の地獄っていう広島の原爆のあの作品は、写真家で後に新聞で取り上げられてヒーローになっていく男と被写体になった側の男っていうのを両方やりましたので、はい、それがすごくまあ、なんて言うんでしょうかね、撮影現場というか録音現場ですよね、実際には、うん、小さなスタジオの中でこう息遣いとか、うん、走ったり寝転んでみたり、うん、いろんなことしてやっておりました、うん、やっぱりタブーに挑戦してるっていうんですかね、その持っている作品群が非常に社会的なメッセージや、うん、社会派タブーに挑戦するっていう、うん、当たり前なんですけど世界中の映画人から見たら映画はタブーに挑戦したり、うん、その時代に浮き上がってきているさまざまな社会問題や娯楽の世界での それ喜びとか笑いとかそういうものを全部映し出す真空パックするものなんだけれども、日本ではどうしても明るくて元気でヒーローが動く、そういうものにどうしても光が当たってみんながそこに集まる。でも考えてみるとその究極のその映画でいうとフィルムノワールみたいな世界観というか、ぐさっとこう体の奥底に染み込んできたりドキッとすることって映画体験のその醍醐味であり、劇画漫画が持っている醍醐味でもあると思うので、辰巳先生が担った世界っていうのはまさにそういう劇画の中でも激辛な、なんていうんですかね、スパイスがめちゃくちゃ効いている世界なので、なかなか一般的にすごい受け入れられるというか、今回も R15 指定ですし、R15 なんですか、 R15 ですので、まあ何でしょうね、そこにある世界観というのはドキッとする世界観がいっぱいあるじゃないですか、広島の原爆であったり、それからまあ不倫のこの時代の形であったり、男の情けない部分であったり、それから親子の近親相関であったり、ちょっと衝撃的なものがいっぱい題材になっているのは事実あるんじゃないでしょうか。このシンガポールのエリック・クー監督というのは実写の映画でもうカンヌ映画祭でも大変評価を受けている映像作家、映画監督で、彼自身も後にも先にも劇画というか漫画の世界を自分が監督するのはこの作品のみだと言い切っているんですけれども、背景にはやっぱりエリックという監督自身が辰巳ワールド、辰巳義弘さんの作品を本当に愛してるんですよね。でそこを入り口にその日本のカルチャーとか、日本の生活様式だったり、日本人の生き方とか、その奥ゆかしさだったり、もっと言えば、まあ、人間臭い切ない部分をすごくこう感じ取って、だけどもおっしゃったように距離感を持ったドライなところから見ているので、
日本人がこれを作ってしまったら抑制が効いてしまったような部分をバッチリなんていうんですかね、真正面から捉えてたり、でいながらその僕が好きなシーンはあの蛍がファーッと飛ぶシーンとか、なんでしょうね、あのこれ見てほしいので最後のクライマックスのシーンですよね。あのなんていうのかな、登場人物たちがもう一回こうね、あの言えないんですけどそういうなんかそのいい演劇とかいい映画が最後にファーッとこうすごい想像力のこう跳躍力っていうか、ファーッとジャンプするみたいな瞬間があるんですけど、それがあのエリック・クーという監督が愛している辰巳先生の作品で作り上げているので、だからアメリカのアカデミー賞でもカンヌ映画祭でも大絶賛されたし、世界中で上映されて今回こうやって日本で凱旋上映というふうになったような気がします。演じるという俳優という仕事の中ではあの声っていうのは非常に重要なファクターエレメントだと思ってますけれども、その声に現れるそのまあ何て言うんでしょう、生き様とかその息遣いとかリズムとか、本当はそういうものが大事なんじゃないかなと実は思っていて、声質そのものというよりは何だろう、セリフの言い回しや間もそうですけど、僕が憧れるようないい俳優さんはやっぱりその声の良さ、声質の良さだけじゃなくて間合いとか息遣いとか全体の持っているものでその部分と、あとはそのボディーランゲージで出てくる、染み出てくるものっていうのはきっと映像では意味があると思うので、全てが一緒になった時にあのすごい深い意味を持つんじゃないかなと思ってるんですけど、ただなんかこうあの体に見合ったきちんとした声が出てるかっていうのは、僕ミュージカルなんかもやるので舞台役者としてもあの常にこう磨いてないと、あの鍛えてないと衰えていってしまう部分もあるかなと思いますね。それはあのトランペット奏者が毎日トランペットを触り、ピアノやバイオリンの人が毎日バイオリンやピアノを触るように、演じるっていうことの基本の中にはやっぱり声で表現するというのが必ずあるので、あの今回は実現しなかったんですけど、あのエリックも言ってましたし僕もそう思うんですけど、俳優としては究極なのはやっぱり自分のでない性を演じるってことですかね。男性が女性を演じる、女性が男性を演じる、まあ、歌舞伎の世界では当たり前ですけれども、あるいは日本だと宝塚みたいな、その演じることの超越、俳優って人にあらずと書くじゃないですか、俳という字、ね、で人の俳優の優の方はまあ優れるというのも取れるし、優しさとも取れる言葉で、俳優と誰が日本で明治以降初めて役者を俳優と呼んだのか、俳優と読み替えたのか僕は知らないんですけど、あの亡くなった森重久弥先生が俳優はつまり人にあらずと、なるほどと思って、ああそうか、時には化け物を演じたり空想上のカッパや鬼を演じたりするわけで、それは人間の中に眠ってる想像上の動物なんだけども、人間そのものの本質みたいな、カッパだとかね、鬼みたいな部分を持ってるところがデフォルメされて出てくるっていうことを考えると、究極演じてみたいのは人ではないものかもしれないですよ。